地道に、ほら、渡すものがあるんじゃないかね。やめよ、この設定やめよ、普通でいいよ。じゃあ、ガンです。そうですか。で、あ、スレッドカイスはね、エライトが集まる場所なんだよ。子供が来るところじゃん。この子面白い。自分も子供なの。子供じゃない。こら、エリスちゃん、静かにするって約束したでしょ。う、そうだ、ごめんなさい、兄様。へえ、杉崎の言うことはちゃんと聞くんだ。時に残酷なものなのよ。あ、残酷。こらこら、騒いじゃダメだよ。兄様、兄様、あの子ちっちゃいのに偉そうだね。でも一応会長さんだから偉いんだよ、ちっちゃいけどね。お前が悪いんだぞ、そのけしからん太ももが。やめて。恨むならお前を売り飛ばした親を。やめ。天から巨大な手が出てきて私を助けてくれたわ。まだ続くんだ、しかもなんかメタ展開。兄様はアンドロポフさんだよ。え、我々も最善を尽くしたのですが手遅れです、残念です。残念すぎます。先生、どうにかしてください。できないこともないです。助かりたかったら私に渡すものが。結局そこが。なんか君をこのまま藤堂家で生活させてちゃいけない気がしてきた。兄様ならエリス喜んでお嫁に参ります。いや、そういう意味じゃなく保護者的な意味で。わかりました、養子縁組という名目で兄様のもとへ。そういう言葉覚えなくていいの。それまで見ててほしいって。エリス兄様好き。よしよし、エリスちゃんも可愛いな。ロリコン。誰だ今この状態で。それは禁句だろう。もしかしてみんな嫉妬かな、こんな小さい子に。普通だね。じゃあ楓、電撃。電撃キキス、スーパーダッシュ。エリスちゃん、わざとでしょう。え、何が。エリスわかんない。エリスちゃんはお姉さんに毒されすぎてる。じゃあ、あやとりでもいい。くねくね、うねうね、くねくね、うねうね、じゃーん。うお、ストライカーズパンツ。見える、食い込みまで手に取るように。ああ、うん、すごいね、エリスちゃん頭いいんだ。えへへへ。しょうがないな、エリスちゃんは。兄様に頭なでなでされるの好き。そう。エリス、兄様と結婚したい。兄様元気？うん、元気、元気だよ。兄様、エリス大きくなった？うん、ちょっと背が伸びたかな。おっぱいも大きくなった？あ、いや、エリスちゃんの年齢じゃそんなもん。大抵ですわ。じゃあどう言えば。嬉しいな。真剣なの、兄様。嫌？嫌じゃないけど。結局私の一番嫌いな優柔不断野郎だったんだな、お前は。真冬、現実の杉崎先輩はもう見ないようにします。いや、だから相手は子供だろ。本気で答えてどうする。エリス可愛い。ああ、可愛い可愛い。エリスセクシー。うん、セクシーセクシー。エリスに浴場する？するする。警察に通報しますわ。しまった、合わせすぎた。幼女に浴場すると宣言してどうする。もしもし、警察ですか。何通報してんです、にらめっこでしょ。またエリスの勝ち。ということで兄様は腎臓を取られます。厳しすぎる。とにかくエリスちゃんは大人っぽくなったと思うよ。これで兄様もメロメロだね。ああ、メロメロ。下の方もガッチガチだね。うん、ガッチガチ。もしもし、国防総省ですか。警察飛び越して米軍の派遣要請は勘弁してもらえませんかね。兄様好きだよ。杉崎健を。はあ、だって兄様、多分エリスがわざと生徒会室に来たの分かってたと思うの。でも遊んでくれたの、だから好き。だから姉様も好きなんだね。何を言ってるんです。